こんにちは、たけひろです。夏油高原に着きました。マウスコッパーを使っての初のスキー場ですね。さっきのアースホッパーを開いてもらって1894、よし、これでパスをお渡ししました。2枚買ってたんでね。でこれで直子さんも使えると。すいません、アースホッパー利用したいんですけど、はい、これでいいですか？1日券をもらう、はい、こちら QR コードは、はい、あ、行けました。はい、はい、ありがとうございます。チケットもらいました。え、どういう状況？ここを猫したいの。ああ、そう、かけちゃうやつで。はいはいはい。こんな感じです、コース状況。スリーランエリアまだ空いてないですね。さあ早速ゴンドラへ。3、40センチぐらい積もってるらしい。おお、すげー、バフバフやん。やってすごい分かりやすく書いてくれてるからいいですね。なんかパウダー結構ちゃんとやってるところが、ああいう説明が分かりやすいですね。ここで履いちゃいましょう。はい、いいね。あ、色合ってるよ。あ、色合ってる。度合いが合ってる。あけみさんもいい感じ。色合ってる。色合ってる。あけみさんは初ファットスキーですからね。足慣らしをしていきましょう。あー、なんか変な感じ。レンタルしてこれをいろいろ今日中なんかね、あのいろんなスキー履き回せるらしい。あ、体が回る。なんか言ってる。ちょっと重いかな、風がね強かったんで若干パックされた感じになってますけど、今年初パウダー。モフモフですね。どうですか、埋もらない、はい、いいですか。いいです。よかった。埋もらない、はい、座って入っていかない。さすが滑りお綺麗ね。そりゃそうですよ。もうやっぱ あ綺麗と思って。パウダー滑るときに、あの今日も結構人入ってるじゃないですか、うん、なんであのできればこう人が入ってないところを見つけてターンしていくと、あのすごいこう浮遊感というか感じられるので、はい、まあ、この人もこういう感じでターンするところは人がいない、滑ってないところみたいな。で人が滑ったライン入っちゃうとそこで足取られたりもするので、うん、ちょっとそこをめがけて滑ってるんです。うん、ダボそうっすね。見なくなったんです。確かに。
風がね、やっぱね、結構強いから、表面の軽い雪は飛んじゃってますけど、でもめっちゃ楽しい。この時期にこんなパウダー味わえるとは、思わなかった。さあ、エミさんもいい感じ。パウダーめっちゃ楽しんでるよ。お先にどうぞ。足がここから結構人滑ってるから流されてると思うよ。ちょっと風が出てきましたね。さあ今度は P1 かな行きます。本来だったらここね、めちゃくちゃ景色が綺麗なんですけどね、まっすぐだーっと下道の尾根をずっとこう横にトラバスしていく感じで、もう平らだからすごく気持ちいいんですけど、今日は吹雪いておりますちょっと皆さんにお知らせなんですけど、あのインスタ360、これ今僕が使っているね、インスタ360-1X2 というカメラ、こちら今キャンペーン中でございます。もう期限がかなり迫ってるんで、よかったら早めにチェックしてみてください。はい、ちょっと見えづらいですけど B1、B2 出てきましたね。 C の方はちょっと今日は行かない。お昼にラーメンが食べたいんだな。滑りやすそうな感じですね。ふっいやふう、あんまりスピードが出ない、向かい風なんですね。尾根沿いを、ふぅあーパンパン、ちょっとこの辺ね急になるんだよな、大変かもしれないふぅどうでした？今のところ。ですよね、うん、やっぱパウダーは中斜面か急斜面ぐらいが一番いいんで、うん、シャドウがないとやっぱ浮かないですからさね、そう、多分だからスキーがもう少し硬かったらもっと行くんだと思いますそのまま行っちゃってください、そのまま。ふぅいやぁふぅ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 